元中日森の1日風呂5回入る、どうもこうです。晴れ男すぎて歩くてるてる坊主って呼ばれてた、どうも最高です。今日はまあ僕1年間浪人してるんですけど、はい、その時まあ寸大に通ってたわけです。あ、寸大ですね。そこでまああるあるがもうたくさん見つかっちゃったんです、うん、あ、なるほど。今回まあ動画にさせてもらおうかので、はい、うん、まあ、寸大あるあるをどんどん言っていこうかなっていう、理工の世界がどんなんかっていうのを、ね、知らない知らん人はまあ、うん、そんなんなんやと思って、うん、まあ、寸大通ってる人とか通ったことある人はあるあるっていう感じで見ていただけたらなと思います。お願、はい。何4番の返事。いや、寸大のあの有名なスローガンあるじゃないですか、はい、うん、第一志望は譲れない、うん、でもあれ実際は、うん、寸大が第一志望を譲らせないだけなんですよ。あ、そこちょっと他の大学受けたいんですけどちょっとやめよう、まだいけるよみたいな感じで。そうそう、もう寸大も実績が欲しいわけやん、うん、京大何名、東大何名、 あれが欲しいがために、うん、京大志望とかの人たちはもう自信がなくて下げたくても、うん、できるだけもう下げないように、うん、もう面談とかでも説得させられるんですよね。少しでもその実績が出る可能性を高めるためにもう寸大は第一志望譲らせません。そっちなんや。だから僕は、うん、あの電車の垂れ幕とかに、はい、第一志望は譲れないって書いてるじゃないですか、うん、広告に、うん、ピッピッて消してマジックで第一志望は譲らせないですよって書き換えときました。なるほど、ありがとうございます、はい、まあ、皆さんも騙されないように気をつけてください、はい、お願いします。河合塾ディスりがち。まあ予備校といったら寸大と河合塾みたいな、うん、二大巨頭みたいなところで、まあ、だからまあ寸大の先生、あの竹岡って知ってますか？竹岡、ドラゴンイングリッシュ？そう、竹岡弘信っていう有名な英語講師がいるんですけど、寸大に、うん、あの人はまあ、結構授業早めに来るんよ、始まる前に。そしたら廊下とかがまだ休憩時間やからうるさいんよ、うん、そしたら、ここは河合塾じゃありませんよっていう注意してます。悪っ、河合塾はじゃあもううるさいぞみたいな感じなんよ。まあ、偏見やけど、多分、竹岡さんの。あ、まあ、河合塾を下に見てるね、寸大さんは。その、でも、竹岡先生は聞くの結構すごい人だな。もうガチでカリスマ講師って言われてる。あ、そうなんや。僕も一応受けてたんですけど、寸大って、うん、寸大のウィキペディアみたいな、寸大ウィキっていうのがあるんですけど、あるんや。そこに、その竹岡先生っていう、うん、そのウィキペディアのページに、うん、5、6みたいなのがあって、はいはいはい、竹岡先生、はいはいはい、そこに、まあ、授業を受ける前に下調べしとこうと思って、竹岡のどこ予習してんねん。あ、授業の予習しようや。あの講師の予習してどうなん。基本みんな多分あれで講師の予習するんですけどはいはい、はい、そこに教室がうるさかったら稀に、ここは河合塾じゃありませんよって注意されますっていう書いてあったんですよ。はいはいはい、僕それ知る前にで実際に聞けて、あ、これが本物の本物の竹岡かっていう。ちょっとテンション上がるな。はいはい、もう寸大はとりあえずこれが欲しいんで、はい、あ、お金がもう夏期講習、冬期講習、うん、取れるだけ取らしてきます。稼ぎがち。それによってな、クラス担任っていう、クラスに一人担任っていうのがいるんですけど、学校みたいに、はいはいはい、それでまあ給料が変わるみたいな噂もあって、あ、そのクラス担任は夏休み前に面談があるんですけど、はいはい、そこでもう全力で、うん、生徒を不安にして夏期講習をここぞとばかりに取らそうとしてくる。あ、そんな言葉巧みに。そうそう、まあ、だから、うん、これ僕の偏見なんですけど、うん、はいはい、寸大の口車に乗せられて夏期、うん、講習取りまくるやつ、うん、大学入ってからマルチ商法に引っかかる。あ、引っかかっちゃうと、はい、そういうやつは押しに弱いんで、うん、もう夏期講習取りすぎて、まあ、復習しないと意味ないじゃないですか、うん、この授業を受けてるし、うん、復習する余裕ないのに授業を取ってしまうっていう、うん、多分気づかんうちに文系でも数三取ってる、うん、あすごいな。すごい口車やな、クラスターに。ゴールドメイクやな、口車。じゃ結構あれな、最後も乗せられたん、口車に。いや、僕は1個も取りませんでした。じゃあ、マルチ情報大丈夫やな。1個もまあ人の話聞かないんで。うん、ああ、全然不安も駆り立てられずに。まあ、その結果、夏休みの勉強時間が23分っていう。23分、ね。30日間で23分やから、うん、1日1分もしてない。まあ、だから、適度に取るっていうのが大事。ああ、まあ、夏休み頑張ってください。はい、もう終わってんねん。次、冬休み頑張ってくださいっていう、はい、冬休み頑張ってください、はい、もう講師は上から下までいます、うん、あ、予備校だろうと。そうそう、全員がまあすごい授業するってわけじゃない、ほんまに上のトップはもうマジですごい、うん、あ、すごい勉強がマジで楽しくなる。あ、そうなん、ほんまに。あ、そんな先生おるんや。授業もめちゃめちゃおもろいし、うん、復習しててももう理解できてるから、復習しても身になるのが楽しい。 あ、なるほどな。復
福祉まで楽しくさせてくれる講師とかもいるもん、ね、成長感じれるんや。そうそうそう、僕なんかもう公立高校で全然受験のスペシャリストみたいな、うん、先生いなかった、先生いなかった、うん、初めて予備校ですごい先生の授業を受けた時はマジで感動しました。そこでやっとそこであの教育格差に気づいた。そうそう、これが都会の勉強法かと思って都会のやつらはこんな勉強してるんかっていう感じで思いました。カリスマ講師と呼ばれる人の矢はもう信者がつくんよ。もうその先生の参考書全部買うみたいな。まあ、例えば竹岡先生の信者やったら、もうドラゴンイングリッシュとか、英作文が面白いほど書ける本とか、竹岡先生の単語帳、英単帳とか、もうそれ全部もう揃えて竹岡先生の授業を受けるっていう。でも逆に竹岡先生の授業になんかネクストステージとかそういう竹岡先生が書いてない参考書持ってると、うん、こんなもんゴミですって言ってもう捨てられるっていう。やば、そんぐらい尖ってます、あの先生。あ、そうなんや。めっちゃディス、悪口言う。そう、あ、悪口言うんや。ネクステみたいな参考書あるやん、文法問題まとめてるみたいな、はいはいはい、あれよ、ああいうのは全部もう批判してます、うん、全然あれで英語力伸びないって言ってますね。あ、そうなんや。あと竹岡はもうほぼ雑談、半分ぐらい雑談。え、でも伸びるんやろ、英語力伸びるんか知らんけど、もう早口すぎて、うん、もう何言ってるかわからんねんけど授業はおもろい。何の雑談をするの？それ英語に携わる？他者批判したり、こういう勉強法ダメだよとか、自分の教えてる生徒がこういう勉強法で一番伸びたよみたいな、そういうためになる話とかもよくしてますね。でまあ、うん、一方、はい、クソ講師もいるわけで。クソ講師はいるんですね、やっぱ。クソ講師はもう、うん、クラスに100人ぐらいいるんですけど、はい、その授業を受けない方の人たちが。うん、もう2割くらいしかいないですね。20人しかいない。20人くらいしかいないです。それ大丈夫ですよ。首なら寸大から。アンケートでボロクソ書かれるんよ。その授業アンケートみたいな。で、まあまたクソ授業っていう、あの寸大ウィキにね、うん、またクソだったみたいな、うん、ディスられたりするんですよね。かわいそうやな。その教科からさ、もう面白くない授業とかあるやんか。まあ、どうしても思んない授業みたいな。現代文とか。そうそうそう。ああいうのも面白かったりするん。現代文の授業。現代文の授業もカリスマはカリスマ。カリスマなんや。カリスマの話はもう何でかわからない、聞いてまうんや。あ、そうな、やっぱ出るんや、腕が。そうそう、結構朝の9時とかに自習室行くんですけど、はい、まあ、結構1時間ぐらい経って、うん、なんか自習室出ていくやつおるんですよ。あ、もう休憩みたいな感じでな。休憩で、あ、トイレでも行くんかなって、はい、見たらもう夜の9時まで一生帰ってこんねん、そいつ。何してんの？荷物だけ置いて、うん、一生帰ってこう。あの荷物置き場と勘違いしてるんや。そう、で、うん、そいつが帰ってきたと思ったら、うん、なんかもう汗だくで、もう草まみれやん、うん、草まみれ。絶対こいつ公園で遊んできたよっていう。何をしてんの、自習室まで来て。という変な浪人生。変な浪人生もいるんだよ。一生帰っ、自習室から出て一生帰ってこんやついますね。親知らないですよ、そんな。親は予備校で一日中頑張ってると思ってんのに、うん、もう予備校では、うん、千本ノックしてるんやろ、ちょっと出て公園出て行って、うん、もう泥んこになって帰ってくると。ただその偏差値わからんかもしれんけど、その守備力はな、上がりそうやな。う、もしの判定はずっといいかもしれんけど、うん、パワープロではパワー A とかやってる、上がっててなってるかもしれない、ね。まあ、余裕があるからかもしれない。あ、逆にな、うん、はい、自習室主います。どういうことですか？絶対一つの自習室に一人は主いるんですね。主がいる。もう毎回その自習室行ったら同じ席で同じ時間に、はい、同じ時間まで勉強してる。ああ、なるほどね。クソ真面目な浪人生。ああ、その自習室を統治してるのはそいつ。じゃ結構なんなん、そいつが何権力を持ったとして何かあるん、自習室。自習室なんかそんな平等にあるものやん。そうそうそう。まあでもちょっと物音うるさいやつおったら、うん、そいつが睨んで、うん、睨んだらみんなそいつ睨むっていう。その主が見た方向は全員見るっていう。あ、そいつがもう先頭走ってくる感じなんだよ。風習もありますね。あ、なるほどね。でもさっきみたいに遊びほうけてるやつとは違って、まあ、そいつは毎回ずっと勉強してるんで、まあ、こっちからしたらモチベーション。あ、モチベーション。あいつは毎日頑張ってんねんから俺も頑張ろう。信者やん。主信者ですね。主信者、はい。何してるんかな、今主。主は多分もう余裕で第一志望。第一志望やってます、ね。受かってます、うん。そこは譲らないと。そう。あいつは譲ってませんね。絶対譲ってない、ね。その席も譲ってません。そうやな。はい。まあ、寸大ね、はい、プロホって呼ばれるフロンティアホールっていう休憩室みたいな、があるんですけど、うんうん、寸大来たと思ったら、もうそこで喋るだけ喋って、そこでもう帰るっていう。
まあ、ほんまは、うん、あの勉強の合間に昼ご飯とか食べるだけとか、うん、そういう目的で作られてるんですけど、うん、底辺浪人生では喋るだけのもうスタバみたいな思っちゃってる浪人生もいるんですよね。そのやっぱそこにもやっぱ主おるわけやろ。風呂穂の主、まあ、風呂穂の主もいます。あ、やっぱりおるんや。僕がおった住んで大阪港で見たんは、うん、風呂穂で、うん、逆立ちして、うん、風呂穂一周してるやついましたね。何やってんの、体育館ちゃうぞ。ツイッターで炎上してましたね、軽く。で、まあだから、うん、それがまあクラス担任とか寸大の職員に通報されて、うん、まあたまに見回りに来たりしますね。あ、なるほど。その職員で思い出したけどさ、めっちゃ話変わるんやけどさ、俺もやっぱその寸大模試とかに何回か行ったことあるんで、はいはい、あ、職員まあまあ美人な人多いな。それは多いです。多い。予備校の職員ってなんか美人よな。浪人生も全員あれに恋してます、ね、あ、そうなんや、うん、結構実ることとかあるんですか、その恋は。あんまりない。絶対ないです。もう恋しちゃ、恋に落ちてしまったやつは大学にも落ちる。通説があります。あ、ジンクスあるんや。はい、あ、まあ、これもあるあるよな。これもあるあるです。あるある作れました。あ、でます。あるある製造機。どうも、あるある製造機です。まあ、そう、美人多いよ、ほんまに。美人多いよ。顔で選んでる。あ、採用人事。顔せであるんや。人事は多分ね。大体寸大は美人。どこの、どこの寸大も。はい、顔せでしてるわけあるな。はい。はい、顔だけは譲れない。寸大でした。